はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ルルナルです。バイオハザード HD リマスターゲーム実況ですね、続きをやっていきたいと思います。今回のプレイはね、前回に引き続きなんですが、まあ、1週間やってなかったのでちょっとまた程よく忘れているところでございます。前回ね、クリムゾンヘッドのブロードワンを倒しましたね。倒してまあ、そこからまた探索を開始しようというところで行っていきたいと思います。ではドアオープン。上が行けますね。なんか行ったとこないとこがあるので行ってみたいと思います。こっちかな、こっちだな。あ、こっちだ。あ、壊れてる。そうか、じゃあ迂回しなきゃダメか。本当にね、程よく忘れてしまうので、確かショートカットができるようになってるから、ここら辺からですね。まあ、実際ね、ここまで来るともう初代をやったとかあんま関係ないですね。本当に新しいゲームです。結構忘れてますしね。よっしゃーい。本当に広いとこならね、こういうやり過ごしが結構感覚的やりやすいんですけど、今嫌な声したな。あ、いないな。私本当にヘタレプレイなんで、結構オート照準で確かめながら行きますので。で、確かプロトワンを倒した時に気づいたんですけどね、あそこからなんか外から中から鍵開けたからショートカットできるようになってなかったかなと思うんですよ。ここのですね、ここの確かこっちかな、ここがね、今まで開かなかったけど開けるようになりましたから、ここを開けて、おお、カラス。わあ、あれ、あ、びくさん、これ血だまりに見えたんだけど違った。あ、カラスのところに来まして、確かね、ここら辺からそうそう、ショートカットできますね、やっぱり上からね。できると思ったんですよ。カラスくんお願いだから、うわ、これ目があったらダメなやつ。リアルだわ。あ、でも瞬きしてないからね。これは何、ウイルスの影響。走っちゃいけないよ、として。カラスね、倒しにくいんですよね。で、確かここも行ってまっすぐ行ったところで、そうですね。あ、びっくりした。え？何やってんだ。今完全な無策で行きましたね。やめろ。うわあ。結構やばいぞこれ。なるべく倒したくないっていうのがね、普通だったら倒しちゃうんですけどね、もったいないな。二次モードだから普通のやつで回復しないかな。え、いるのか、こんなところに。使わざるを得ないな、これは。やばい、我が宿命のライバルだからな、サンちゃんは。来い。本当にワンちゃん苦手だな、俺。ダメですね。うわー。
ショットガンは無駄にするわ。強いなワンちゃん。うわー強い。なんだ、ああそう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 、呪われた棺を暴いたもの。呪われた棺とね、クリムゾンヘッドしかないんですよね。で、そこで取れたのはこれなんですよ。で、これが、八面、八角形だから。行ってみよう。はまった。鍵が開きましたね。ほんとに怖えなあ。これ私気づかなかったんですけど、調べるで銃やるとですね、銃がアクションするんですよ。そんなことも知らなかったんですけど。おう、あ、それだけのことなんですけどね。さあちょっと気を取り直して探索に行きたいと思います。弾があるぞ。これはショットガンですね。よし、ショットガンの弾をゲット。あ、なんかある。あれあれ、これ取れないぞ。救急スプレー。あー、バッテリーか。あ、ここ行けるんですね。あれ取れない。あれ、扉がある。というか出ちゃった。いやいや、救急スプレー、救急スプレー。あれ？一応何かあるかいけないからね。あれ、こっちにも扉あるな。私の感覚だと外に行くというルートは一個だけのはずだったんだけどな。なんでだろう。なんかこっちの扉は物々しいな。こっちから行こう。なんかアイテム部屋がありそうな、アイテム部屋っていうかセーブルームとかないかな。あの物々しい扉の先のところの、まあ準備としてセーブルームがあるといいなと思いながら行きます。道しるべ、各方角に文字が記されている。破滅への道、憎悪、狂気、復讐。どこもいいとこないじゃん。どこに行ってもいい結果がない道だということが分かりました。なんか風緑が回ってますね。あ、ケルベロスですか。なんだろう、ケルベロスがどこにいるかがわからない。先にいるのかな。うわ、滝が、滝というか水が。ここも風緑がある。ケルベロスいた。で、2体いるんだね。目が赤いのと番犬が欲望を満たすとき門は開く。開いてないね。番犬っていうと地獄の番犬ですね。破滅、青が破滅、復讐と破滅。ということは多分あの風緑をその向きにすればいいんだ。赤が復讐。復讐ってどっちだ。
こだな。復習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 は西だから W だね。赤を W に向ければいいんだね。これが赤復習で、今なんかカチッとしたな音。で青が特に今カチッと音がした気がするんだけど、なんとなくあの後ろ向き合ってるから開いてないかな。ビンゴ開いてましたよ。要はあの道しるべの方角に赤と青を合わせるんですね。カラスさん来ないんだよ。ちょっと多いよカスが。そっち右行くのか。カラスさん、ちょっと来ない。あ、うわすごい数だよ。これ来たらどうしよう。お墓か。あれあれ、でもあの鍵置いてきちゃったよな。ああ六角形ということは似てるからと思って持ってきたこれか。ビンゴ。三つもあると取れるな。ちょうど取れますね。全部取っちゃい。左下に同じような穴が見えるんですよ。あれにはめるんだよっていうね。なんとなくもう分かったぞ。カラスさん来ないでね。このままでは使えない。なんかカワタスさんは、カワじゃないな、あれなんだ、ミカ。ツータスさんはツーさん。あ、なんかやっぱり溝があるな。なんかあんのかな。調べる。月を彩った絵が。あ、なんかありますよこれ。なんだ。あ、ボタンがある。あー、突起が出てくるんだ。伸びてくるんだ。全部じゃ出しとこう。太陽。すごいね。すごいギミックだね。星。ファミコンのコントローラーみたいですね。で、これで置けるはずだ。このボタンをすぐ間違えちゃうんですよ。じゃあ、星。当たり。溶けますね。と太陽で、あ、最後一個月を入れなくて、ムーン、ビンゴ。ほうほうほう、なんか出てきたよ。マグナムですよ。マグナムリボルバーを手に入れました。こんなところで。かっこいい。かっこいいですよ、これね。ただ、なぜあそこにマグナムがあるんだ。弾丸が6発入ってきますね。この先はいけないよね。ちょっと。でもまたあれ、でもまたあれいるのかな。またマグナムショットガンとに戻さなきゃいけないのかな、あそこに。あの3つの六角形がいるとしたら。カラス、今のところ来ないけど。あ、いた。もしかして、いや行きたくないな、この先。今女の人の声っぽかったですよね。うわ、行きたくないな。
私の予想が正しければあれだもんな。また出てきたら当たったら話しますね。大きな神様の像か。そもそもこのアークレイ研究所はね、何のために作ったんでしょうね、これね。こんな洋館風にこんな仕掛けだらけで、まあ、ジョージ・トレバーにスペンサーが作らせたんですけど、研究所をね、まあこういう、まあここの森もどうかと思うんだけど、研究所を人目につかないところで作る、まあ、わからんでもないんだけど、屋敷をここまでする必要なかったような気がするんですよね。で、この森にね、ウイルスの研究所を作ること自体がおかしいぞっていうのを、なんかというか、リポートの中でね、ウェスカーが言ってました。生態系がすごい複雑にあるから、そのウイルスの漏洩とかね、そういうことの危険が、リスクが高くなってしまうぞと、ウェスカー先生が教えてくださっていました。まあ、彼にもね、そういう、彼はそういう頭いい人ですからね。意外に長いな道。長いな意外に。敵はいないです今とは。何ですかこの建物は。あれ一応の外にね、建物あるはずなんだけど、これかんじゃん。ハーブ。今私なんか、あ、持ってますね。ということは、ハーブは、調合して、持っておいた方がいいかな。調合。で、調合しとけば。スペース1個空くから組み合わせておきましょう。ちょっとアイテムが増えてきましたんでね。なんだこの建物は。入れちゃうんだ。すごい誇り。あ、焚き火？焚き火がついてるよ。薪が新しい。じゃあやっぱり誰か住んでるんですね。でもすん、汚いな。汚いな。いろいろ想像ができちゃうな。これ地図じゃないですか？今この道を抜けてきた先の館にいますね。はい、ゲット。粗末なベッドがある。使われていない。でも焚き火がついてるのにね。ある家族の写真。誰かが書き残した手記。19。お父さん、一つくっつけた。お母さん、二つくっつけた。中身はやっぱり赤く、ぬるぬる。白くてカタカタ。本当のお母さん見つからない。音、うん、わからない。またお母さん今日見つけた。お母さんをくっつけたらお母、うん、動かなくなった。母さんは悲鳴を上げていた。なぜ私は
一緒にいた方だけ。4、お母さんどこ？会いたい。あ、もう、いるな。いるな。いるな、ここ、多分。ここが、ここがある方の、お家ですかね。ある方のお家で、あ、アイテムボックス見っけ。マグナムはな、しまっとこう。セーブしとこうかな。この先が長そうなんですよね。ちょっとね、先長いと、あれなんで、セーブしときましょうかね。イージーモードのおかげで、リボンはたっぷりありますからね。どんどんセーブファイルが増えていくよ。昔のあの初代のプレイステーションはメモリーカードが15ブロックしかなかったんですよ。それもあの外付けで。で、基本1ブロックに1つのゲームデータがセーブされますので、このタイプライターも必然的に15個しかセーブできなかったんです。ただあの2つね、刺すスロットがあったから、最大で30個できるし、あとは拡張のメモリーカードとかも発売されてはいたんですけどね。今はね。ハードディスクというものがありますから。その昔なんてのはファミコン時代はバッテリーバックアップでしたからね。あの、カセットの中にバックアップ機能があるんですよ。電池があって。ただその電池やっぱり寿命があるんで、まあ、メーカーもね、あの、切れたら交換優勝でやってくれるとは言うんですけど、実際切れたことはないんですけどね。今、多分、例えばあの、お宝、ショップとかね、そういうとこで、例えばドラクエ3とかファミコンの買うと。多分バッテリーバックアップの電池は切れてるのかなと思うんですよね。なんか拾いましたね。クランク。回すやつですね。先端四角形のクランクです。これはどっかで使うでしょう。これ以上はいけるところはないですね。で、一応セーブもしたんで、探索できるところはあるのかな？今のところ探索できそうなところはないですかね。ちょっと待って。なんか、ドア開きましたよね。ちょっと待って。今なんかいた。ちょっと、ダメやだ。あ、いた。ああ、やっぱり、この人だ。あれ、やら、どういうこと。やめて。ジルよかった、助かった。やめて。出た。やめて、リサ。やっぱりリサだ。あ、殴られた。逃げろ。どっちだっけ？こっちじゃない。こっちだ。こっち。逃げろ。リサトレバーです。やっぱりここ見ましたね。あ、出てくるかな。出てくる感じはないですね。あの、リサ・トレバーですね、あれは。確かあの、倒せないキャラクターのはずです。気のせいかもしれない。今、ゾンビの声がした。いる！あの、洋館をスペンサーさんに言われて作った、ジョージ・トレバーさんの娘さんです。で、お母さんと一緒に捕まってしまって、シソウイルスの実験体にされたんですよ。お母さんは実験、その、ウイルスに耐えきれなくて、
しかなくなってしまって、でもリサは適合しちゃったためにいたリサは適合したんですよ。適合してずっといるわけなんですけど、ただちょっと変わった適合の仕方をしたようで、何をやっても死なないんですよ。死なない存在になってしまって、もう何十年もウイルスを投与され続けてるんですよ。され続けて、それでも死なないと、特殊な存在になってしまってるんですね。でお母さんに会いたがってて、あの人のね顔のちょっと怖い話ですけど、はいで、それをですね、自分の顔にかぶってるんですというちょっと悲しいキャラクターなんです。じゃあね、まあ、リサトレバーを見た後にあのゾンビではね、ちょっと可愛く見えちゃいますけど、彼はアンブレラクロニクルズにも出てきますね。で、まあ、あとちょっとまたネタバレになりますけど、本当に複数種のウイルスを投与されても死なないっていうところが、その思想ウイルスから、まあ、T ウイルスを完全に隔離させた2に出てくるね、ウィリアム・バーキンさんの目に留まり、またさらに新たなウイルスがそこから生まれてしまうヒントになってしまったという、結構根強く残っ裏設定にいる人です。このリマスター版で戦わなきゃいけないっていうようなことが聞いてたんですけど、倒せないっていうのはね聞いてるんですよね。いるかな、クリアはできてるね。まああの人も被害者なんですよ。だからよし戻ってきた。おお、やっとあの納屋みたいなところに戻りましたよ。はあ、じゃあこれでこっちですね。さて皆さん、ではですね、一旦ですねここで切りたいと思います。いい時間になってきましたので、続きはですねこのドアを開けて先に進むところからやりたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。今回はリサ・トレバーに出会う旅でございました。では皆さん、 See you でございます。